総価学会東京牧口記念会館総価学会東京牧口記念会館は宗教法人総価学会が1993年10月24日に東京都八王子市谷野町に開館した宗教施設同会初代会長の牧口常三郎を記念して設立された総科学会初代会長の牧口常三郎百九十三年十月二十四日 東京牧口記念会館の開館式の折、池田大作は、同施設を、高専流布の投資のための伝道、牧口先生がごく、戸田先生がごくしに身ぐ法で戦う人が集う場所、死死王の心で戦う人と規定している。一方で、学会員であっても気安く入れる場所ではない、礼拝を拒否した、礼拝書と述べる元総科学会幹部もいるという。 ジャーナリストの野田美玲夫は、池田は、当時、死を、自分一人と考えているようだとして、この快感を存分に利用できる者は、死死であり、戦う人である、池田大作自身ただ一人だけであると指摘している。総価学会の機関紙、政教新聞1993年10月25日の記事によると、この建物は、鉄骨コンクリート作り8階というが、 野田が取材したところ、八王子市に提出された建築計画概要書では、地上3階、地下5階、延べ床面積約2万平方メートルとなっている。写真で確認しても、地上3階には見えない。野田の計算によると、道路から最上部まで125メートルの高さとなる。建築は、ルネサンス様式の影響を受けており、左右対称で全体の調和が重んじられている。 前面には古代ギリシャのパルテノン神殿を思わせる白く太い列柱が12本並ぶ外壁は白い大理石とタイルが張られている縦長のガラスは一部がステンドグラスとなっており屋根は銅板で拭かれている掃除業費は約300億円と推定されている建物の登記簿によると所有者は創価学会である会館の内部には 木の絨毯が敷かれ、3階までぶち抜きのロービーが広がっている。各階に多目的ホール、事務室、法和室、大小の会議室などがあり、同時通訳システムが完備している。7階は650条の大礼拝堂となっている。館内に安置された本尊は、大ポングズージより高専流夫体岩上樹としたためられた、総科学会上樹のご本尊であると、池田は述べている。 東京牧口記念会館の裏手にある牧口記念庭園は梅坪町という地名で総価学会員の地主から学会に譲られた。500本の梅の木が植えられている。また、小奈良、くぬぎ、エゴの木などの落葉樹林が広がっている。庭園を含む約17万平方メートルが総価学会の所有地である。さらに西北の二期、谷の霞の丘陵には、 創価大学、創価女子短期大学のキャンパスが広がり、学会所有地の総面積は70から80万平方メートルに及ぶ。この広さは東京ディズニーランド公居中心部に匹敵する。現在、低く見積もっても800億円の資産が構築され、その大部分が宗教法人、学校法人として税制上の保護を受けている。池田大作名誉会長会館が面する。 二人の街道に沿って、学会所有の駐車場がある。1996年の第41回衆議院議員総選挙に、自由民主党の公認候補として立候補した小林多聞は、八王子を、総価学会の城下町にしてはならないをスローガンにして、公明党の高木洋介に1万票以上の差をつけて、当選した。 創価学会による八王子政地家の動きに対する反発は尋常でないとされる。1979年11月には創価学会の東南の隣接地を買い取り、そこに東京牧口記念会館を竣工させた。モスクワ大学総長であった物理学者のアナトリー・ログノフ博士は東京牧口記念会館を訪れた際、現代は人間主義が欠けています。 20世紀は過酷な、無慈悲な時代だったのです。私はこの桜を見て、本当の人間主義が、ここにあると実感しました。と述べたという。また、第二相当協調の石黒正氏は、池田名誉会長は、東京牧口記念会館を、本人とし、地球社会の平和建設を目指し、新しき世界光線ルフの指揮を縦横に取られています。と述べている。 1993年11月から12月にかけて2度にわたり、この建物の周辺で、オウム真理教が池田を襲撃しようとする動きがあったが、未遂に終わった。ありがとうございます。